とうございます。母親がヒールターンした時はすごいショックというか悲しくて怒ってました。なんだろうね、一生負けたくない相手、多分デビュー戦の相手って結構、特に私の場合同期だったので、デビュー戦、その時は大江戸隊が一番強いユニットでいられるように私がサポートできることは私なりにしていきたいみたいなのはありましたけどね。わかります。元恋人に一生モテるなとか思う感じ、わかる。あ、なんか WWE に行くための腰掛けだろうとか、海外進出のためのスターダムみたいなの言われるんですけど、それのが楽しい。 This is Konami、 ザ・コナミですよ。もう名前をザ・コナミにした方がいい。バカっぽいですよね。じゃあベルト総取りして何をしたいのって話じゃないですか。ゴールか。でも思うのは、スターダム両国大会やってるじゃないですか。うん、両国大会の個人的なあれ、うん、個人的に思うのは、両国大会があるとしたら、ドン。マカオに降り立ってホテルに向かう瞬間から、もうホテルがもういろんな建物がキラキラ輝いてたじゃないですか。なんか本当宝石箱ひっくり返したみたいな、ああ大人のディズニーランドだなって思って、まずそれが結構うわーってなりましたね。ロケーションがめちゃくちゃいいし、あと人も意外と、もっと中国じゃないですか、こうもっと中国語とかでバーって言われるのかなと思ったら、意外となんかみんな優しく笑いかけてくれたりとかして、結構人優しかったです。お、撮影自体はどうでした？その大変だったりした？めっちゃハードでしたね。やっぱりスケジュールも結構カツカツで、結構自由時間あるかなって思ったんですけど、意外と準備する時間が必要で、もうほんとわちゃ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 って終わった感じで、こうスタイリングとかも自分のアイディアを出したりとかして、まあ、大変だったんですけど、結構自分のアイディアとか好きなものを表に出せたので、すごいそれは楽しかった。いつもそうですか？割とスタジオで日本で撮ることもあると思う。はい、そうですね。スタジオで撮るときとかも結構自分のなんだろうな、表現したい世界観みたいなのは伝えるように、カメラマンの人に伝えるようにはしたりしてます。それは自分の感情としてはどうですか？楽しいんでやってる？楽しい、なんか結構頭でこういうのやりたいなとか、ああいうのやりたいなって思ってて、でも実現することってなかなかできないじゃないですか。それが実現して形になった時に達成感みたいなのは感じます。食べ物はでん、白色のやつ。タピオカ、シェラトンホテルの3階に入ってるフードコートのタピオカ屋さんのタピオカがマジで美味しくて、ちなみにこれは1日2杯目ですね。最終日なので2杯目行かせていただきました。めちゃくちゃ美味しい。あとでもポルトガル料理、マカオがそうポルトガルの植民地だったっていうのを聞いて、ポルトガル料理屋さん結構あって美味しかったですね。お魚とかなんか炊き込みご飯みたいな、日本人にすごい馴染みやすい味で、ちょっとポルトガル行ってみたいなって思いました。なんか私の母親が20歳の時にバックパッカーで世界一周してたんで、なんか特別経験があるとか思わないですね。周りの同じぐらいの年代の子たちとギャップを感じたりとか。あ、でも一度も海外行ったことない人とかも結構いると思うんで、
うちの祖母おばあちゃんとかも一度も海外行ったことないって言ってて、それちょっともし私が一度も海外行ったことなかったらって思うと、こう辛いこととかがあった時に逃げる場所がないなって、辛いことだったら海外行ったら気が紛れるって言ったらあれですけど、あこういう世界もあるんだ、こういう人もいるんだ、こういう文化もあるんだってなるから、すごい気が楽になるんですよ。だから、うん、海外行ったことない人とか聞くと、あ海外行ったら人生楽しくなるとは言わないけど、生きやすくなる、日本だけで生きるよりもあちこち行ってみた方が生きやすそうだなって思います。でも周りの子もなんか結構ハーフとか外人の友達とかが多いから、結構みんな自分の国に行ったりとか海外旅行が好きな子が多いから、周りにそういう子が多いから特に、でもそうですね、普通に日本生まれ日本育ちの日本人だったらなかなかね、そっか確かに行ってようって思う機会とないですね、なかなかね、ああ、うん、そう考えると無知ですね